今回は新から新なる助手席の収納をより使いやすくするパーツを紹介していきます。どうも、サムアイプロデュースのジンです。今回は新カーシェンダーの助手席側の収納にパーツを装着してより収納を使いやすくしていきたいと思います。今回も内装カスタパーツなので車内に入りましょう。今回紹介するパーツはこちらの助手席収納に装着するパーツですね。新カーシェンダーは助手席側にもかなり大きな収納がありますね。運転手だけでなく助手席に乗る人のことも考えられているデザインでとても素晴らしいですよね。助手席に座った人がスマホを置いたり、遠出とかだとお菓子を置いたりできますね。ですが質感的に少し滑りやすいので小物を置くと転がったりしてしまう場合がありますよね。今回紹介するパーツはそんな嫌な傷や物が転がる悩みを解決できるパーツとなっています。それでは早速パーツを持ってきますね。はい、持ってきました。いかがでしょうか。こちらは新カーシェンダー専用助手席アッパーオープンポレカバーです。今回もパーツの装着はこんな感じで形状に合わせて置くだけで簡単に装着することが可能ですね。それでは取り付け後のイメージを見ていきますね。質感は前回紹介したセンターオープントレボックスと同様に純正の樹脂部分と違和感なく馴染むような質感で仕上げています。助手席収納は純正の状態だと柄がないのでセンターオープントレの底に合わせて柄を作成しています。違和感なく統一感のあるデザインでさらに滑り止め効果もある柄になっています。助手席収納はオーナー様ではなく奥様だったり子供や友達さんが乗ることが多いと思うので結構雑に使われてしまいますよね。純正の樹脂のままだと傷がつきやすく助手席に人を乗せるたびに気になってしまいますよね。ですがこのマットを装着していただくと表面はしっかり覆ってガードするので傷を気にしなくてよくなりますね。さらに滑り止め効果があるので物を置いた時に滑ってしまうこともなくなりますね。こういったラッパー系のトレは夏場暑くなった時に溶けないか心配ですよね。ですがご安心ください。こちらのトレも耐摩耗性耐熱性に優れた素材 TPE を使用しているので夏場暑くなった時も変形したり溶けたりしてしまう心配も一切ございません。トレが汚れた場合は外していただいて水洗いをして手入れをしてくださいね。はい、いかがでしょうか。こういった収納を保護するパーツは傷がつく前に装着していただきたいです。車に傷がついてしまうとオーナー様の心も傷がついてしまいますからね。今回紹介したカスタムパーツはサムライプロデュース各店舗で販売しているので気になった方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。こちら車種にかけらず、いろいろ車種のカスタムパーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に見合うカスタムパーツやメンテナンス商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。